皆さんこんにちは、生田高校グリークラブです。本日は本町溝の口ライブにお越しいただきありがとうございます。本日司会を務めさせていただきます部長の村上美優と学生指揮者の堀澤光平です。よろしくお願いします。またこのライブですね、はい、30分間ととても長くなっております。30分ですね、はい、とっても寒いです。寒いですね、はい、はい、もう寒くなったらですね、はい、もう体操をしたりジャンプをしたりと、ね、もう唐突に始めていただいて結構ですので、はい、どうかもう飽きても帰らないでください。はい、お願いします。もう飽きさせない楽しいライブになっていますので、はい、ぜひ最後までお聴きください。はい、先ほど歌わせていただいたのは生田高校校歌でした。ここで少しだけ私たち生田グリーの自己紹介をさせていただきたいと思います。僕たちは心で歌えをモットーに、このような地域のイベントをはじめ養護学校でのコンサート、各種合唱祭や合唱コンクールへの出演、定期演奏会でのオペラ上演、中学校や合唱団、そして音楽大学やオーケストラなどの多くの方々との交流や共演をさせていただくなど幅広く活動しています。また今年の夏に行われた神奈川県合唱コンクールでは金賞を受賞することができました。そんな生田グリーンのライブを本日はどうぞ最後までお楽しみください。ねえ村上、翡翠翡翠って知ってる？翡翠でしょ。あれ知ってる知ってる、あの翡翠、ね、そうそうそう、新緑色のさ、宝石のことね。新緑ね、新緑色ね、うん、なんだっけな、不老不死の力があるとか。不老不死、不老不死、絶対知らないでしょね。絶対知らないでしょ、絶対知らないでしょ。説明してください。そうだね、はい、翡翠は新緑の半透明の宝石の一つである。東洋中南米では古くから人気が高い宝石で、金以上の価値があるとされている。不老不死および生命の再生をもたらす力が持つと信じられています。さすが宝石オタク。今宵は俺はその翡翠とやらを盗みに行くんだぜ。待って待って待って、急にそれ誰？いやルパン。え、ルパン？
先ほど歌わせていただいたのは作詞千家和也、作曲大野雄二、編曲信長貴富でルパン三世のテーマ、作詞寺山修司、作曲信長貴富で翡翠でした。翡翠曲中ソロは2年ソプラノ園田千良。あれ待って待って、どうした、何してんの。え、体操だよ。え、なんで体操してんの。え、だってさ、さっきなんか寒かったら体操とかしていいですからねって言ってたじゃん。言ったけど、はい、分かった、はい、分かった、はい、ごめんな、俺が、はい、悪かったです、はい、ごめんなさい、はい、こんな茶番があと何回か続きます、はい、続きましてですね、あ、皆さんももちろん体操して構いませんよ、あの寒いですからね、今日最低気温3度らしいですからね、あの、まあ、風強いって言われてたんですけど、まあいい感じに風吹いてていいですね、はいはい、続きましてですね、クリスマスシーズン真っ最中ということで、クリスマス曲2曲を演奏させていただきます。堀沢くん、今年のクリスマスイブ何かご予定は、はい、あるんだよね。おっと、あの、まあ横浜でさ待ち合わせちょっとするんだよね。いいですね、うん、今横浜クリスマスのイルミネーションとかすごい綺麗ですね。そうそうそう、そのイルミネーションをこう横目にこうやって見つつね、歩いてね、寒いねなんて言いながら、ね、そしたらさ、こうなんかこう雪なんかがこうしんしんと降ってくるわけ。いいね、そういうことで、そしたらちょっとあそこだよ、桜木町に行くんだよ。桜木町、いいですね、そうそうそう、なかなかいいところ、ね、いいでしょ、はい、そしたらそこにあるもみじ坂っていう坂登るんだよな。どこに着くんですか。そうするとね、はい、県立音楽堂に着くんだよね。あ、ホールに行くんですね。そうだよ、うん、だって本番じゃん、クリスマスイブ。そうなんです、今こいつ彼女いるだろうって思ったそこのあなた、違うんです。私たちは、12月24日県立音楽堂で行われる合唱祭に出演します。生田グリーの演奏を聴いた後に彼氏彼女でイルミネーションを見に行くのもよし、親子でコスモワールドに行くもよし、はい、ぜひ来てください。はい、ではでは演奏に移りたいと思います。We wish you a Merry Christmas とジングルベルを演奏させていただきます。なんと生田グリーンから皆さんに、クリスマスプレゼントがあるんだとか、楽しみですね。そうですね、それではお聴きください。You
まさかね、プレゼントが庭園のビラだとはね、ちょっと生田高校何言ってんの？なんでだって庭園のビラだよ、ケチくない？ちょっとさ、なんで庭園のビラだよ、生田高校の庭園のビラだよ、めっちゃ貴重じゃない？うんうん、そうだね、うん、あ、貴重だ、わ、貴重だ、そうだ、貴重だ、これは、はい、ということで、はい、お手元のチラシにある通りですね、僕たちは3月23日の金曜日、幸市民館で定期演奏会を行います。すいません、もう一回言わせてください。私たちは3月23日の金曜日、幸市民館で定期演奏会を行います。あ、僕ももう一回言いたいんで、じゃあもう一回言います。もう誰もね、一回って言ってないからね、もう一回言ってないよ。はい、幸市民館はですね、ここ溝の口から、案外近くて、川崎駅からバスでアクセスすることもできます。今回の定期演奏会は合唱に限らず、合唱オペラ、パコと魔法の絵本の異色初演に挑戦します。パコと魔法の絵本は映画化や小説化もされている作品で、ご存知の方も多いかと思います。私たちはその著作権の持ち主の方に許可をいただき、合唱オペラ創作家の木村哲郎先生という方にお願いをして、台本と曲を書き下ろしていただきました。舞台はちょっと変わった人たちが集まっているとある病院、わがままで傲慢な大貫と一日しか記憶の持たない少女パコを中心に繰り広げられていく心温まる物語です。合唱オペラは、劇とともに合唱やソロが入ってステージを作り上げます。私たち生田グリーはですね、約30年間定期演奏会でイタリアやドイツの古典的なオペラを上演してきました。そんな私たちにとって、現代の人気作品を、そして合唱がメインとなる合唱オペラを書き下ろしてもらって上演するということは異例というほど新しい試みでした。そんな新しく生まれ変わった僕たちの定期演奏会、歌ったり演じたりとたくさんの方が楽しめるものになっています。3月23日の金曜日、面白そうだと思ったらぜひ友人や家族を誘っていらしてください。それでは次の曲が最後になりました。寒い中お付き合いいただき本当にありがとうございます。作詞立原道三、作曲木下真紀子、夢見たものはです。
もう体操ネタしつこいからね、はい、はい、さてさて30分も短いものでもうライブも終了となってしまいます。この部長と学識の謎のネタに最後までお付き合いくださりありがとうございます。ありがとうございます。続いて1時40分からは川崎北高校吹奏楽部による演奏がありますのですいません、そちらもどうぞお楽しみください。それではこれにて生田高校グリークラブの演奏を終了させていただきます。寒い中本当にありがとうございました。気をつけレイ。たちは、先ほど、音楽大学やオーケストラと、共演していると、いましたが、その時に、歌わせていただいたあのベートーベンの第九を、歌わせていただきたいなと思います。急に来たの大丈夫かな。です、いやちょっとこれは練習してないからね。想定外の、あの、はい、あの、はい、いや想定内だったんですけど想定外、ということで、はい、生田高校グリークラブの部員、ちょっとわからないんですけど、はい、頑張ります。すごいな。グリークラブの演奏を終了させていただきます。気をつけ、レイ。